こんばんは、速稼塾の久保です。今日はですね、非常に私にとって悲しいニュースが飛び込んでまいりました。俳優の梅宮辰夫さんがですね、今日お亡くなりになったというふうなニュースが流れてきたんですよね。で、私は梅宮辰夫さんに対してたった一つのドラマでものすごく感動させられたんですね。それがスクールウォーズというドラマでした。ここで梅宮辰夫さんはラーメン屋の親父としてね、和田アキ子さんと一緒に出てくるんですけども、昔は随分ね、暴力沙汰を起こしたりとか、いわゆる悪だったというふうな触れ込みなんですけども、今は自分の腕一本で、ラーメン屋をね切り盛りしている、店主なんですよね。こういうふうに自分の城を構えているっていうことを、中核としてですね、このストーリーが流れるんですけども、梅宮辰夫さんは脇役なわけなんですよ、ドラマでは。でもなんでね、この脇役が、しかもラグビーをやってるわけではないんですよ。スクローズっていうのはラグビーのドラマですから、ラグビーをやる選手とかイソップとか滝沢先生がぐわーっとね中央に出てくるクローズアップ役なんですけども、その梅宮辰夫さんっていうのは脇役でラーメン屋で、いつも出てくるって言ったら、いつも出てくるわけではないんですよ。毎回出てくるわけではないんですけども、結構な頻度で出てくると。でプラス途中でね死んでしまうんですよね。でスクールウォーズって続編があって、スクールウォーズ1と2ってあるんですけども、2でもまたラーメン屋の役で出てきてるんですよ、和田アキ子さんと夫婦で。あれ1で死んだんじゃないかなと思ったんですけども、2でも出てくると。で梅宮辰夫さんに対してはこの台本通りに動いてるところがあるんで、スクールウォーズで出てきた役者さんがねそのまんま、梅宮辰夫さんではないんですけども、仁義なき戦いとかもね他のも出てますんで。ただ私が感じたのは、登場人物になりきってるなということなんですよね。そしてですね、脇役でもありながら主役級の演技を貫いてきたなと思うんですよね。でここでね、私たちはビジネスをするときに同じようなことが考えられると思うんですよ。ビジネスである以上、主役は商品なんですよね。例えば、ビジネス塾だったらあなたを稼がせますっていうふうなノウハウとかコンテンツが主人公で、それが欲しくってね、いわゆるラグビーチームが欲しくって、滝沢先生が欲しくって、こうそれを買いに来るというふうなね、校長先生の気分なんですけども、いやでもね、ビジネスをしてる時に商品はねいっぱいありますよ、あちこちに。なんでこの人から買うんでしょうかと、商品が主人公で、商品をセールスしてる人っていうのはどちらかというと主人公というよりも脇役に近いわけなんですよね。でもこの脇役の演技がしょぼいと、商品がどんなにねいいものでも売れないわけなんですよ。で私たちはついついですね、その商品がメインである、コンテンツがメインであるってことを忘れて、セールスマンがメインであるっていうふうに勘違いしがちなんですけども、これはある意味正解で、ある意味ちょっと不正解なんですよね。でややこしい話をしますけども、もうちょっと聞いていただければと思います。多くの人は商品が欲しくて買うわけなんですよ。で商品買いますよね。で、よかったよかったって買った後、それをやるかやらないかっていうのは、急激にね商品を買った途端その商品に興味を失ってしまうんですよ。おかしいですよね、商品が欲しくて大金を払ったはずなのに、なんでその商品を実行しないんでしょうか。そしてですね、その商品を売ってくれた人のリサーチをやめないんですよ。そしてその人の、新しい、その人がですね、セールスマンとして脇役であるはずなのに、商品が主人公でセールスマンは脇役であるはずなのに、なぜか次にプロデュースした商品も興味を持ってリピートして買ってしまうんですよね。でもね、ドリームアカデミアっていう吉谷さんがやってる塾がありますよね。ドリームアカデミアに入れば稼げるかもしれないと、思うわけなんですよ。で吉谷さんはそれを紹介してる人なんですよ。どちらかというと、吉谷さんにいつも一緒にいてくださいってよりも、ドリームアカデミアをいつも使わせてくださいって話なんで、ドリームアカデミアが主人公だと思うんですけども、なぜかね、ドリームアカデミアを買った後も吉谷さんがね、無料コンテンツでベラベラ喋ってるのを見てしまうんですよね。不思議ですよね。それは多分速稼塾でも言えるかもしれません。私も毎日放送してますけども、私の速稼塾のポータルサイトには稼げる方法っていうのはずらーっとね全部詰め込んでるんですよ。どちらかというと、私の毎日の放送を聞くよりも、そのもうすでにお渡しした無数のコンテンツをやりまくった方がいいんですけども、なぜかね私の新しい情報発信の方をちょっと癖になって見てしまうということなんですよね。さあここでまとめになります。結局ですね、ビジネスをしようと思うときに、商品を主人公、その概念はあまり間違いではないんですけども、商品を作っているディレクターとか監督っていう立場の人が本当は主人公なのかなと思っちゃうんですよね。
まあ、ですんでこういう商品をこういう魅力にあふれた商品をどんな人が作ってるんだろうっていうふうにして、いつの間にか商品が脇役でする商品をねプロデュースしてる方が主人公になってしまった形なんですよ。おかしいですよね。儲けるためのノウハウが欲しかったはずなのに、儲けるためのノウハウを作ってる人にファン意識を持ってしまうんですよ。ここがですね、もう本当にね、トリッキーなんですよね。私たち情報発信者はあくまでも商品を使ってそれを使いこなして利益を出していただきたいのに、なぜかね商品をプロデュースする私とか吉谷さんに、私とか、ね、吉谷さんに対してのファン心を持ってしまって、商品をねずっと購入したのに置いとくみたいなことになっちゃうんですよね。まあ本当に面白いですね。そういうことをね、梅宮辰夫さんがお亡くなりになった時に、確かに私はねスクールウォーズを見てたはずなのに、スクールウォーズが楽しかったはずなのに、梅宮辰夫さんの演技をずっと見ている、梅宮辰夫さんのラーメン屋に行きたいなと思ってしまう自分がいるわけなんですよ。いやー、映画って本当に面白いもんですね。改めまして、梅宮辰夫さんの素晴らしい演技にですね引き込まれてしまった私がここにおりました。本当にご冥福をお祈りたいと思います。お悔やみを申し上げます。またね、ドラマで会えますので、梅宮辰夫さんにはまた会いに行こうと思います。皆さんはどんなドラマが、あなたはどんな俳優が好きでしょうか。いってらっしゃい。